日本近畿地方京都府京都市右京区、清滝清滝川清滝は、京都市右京区、佐賀清滝地区を指す地名へ。あたご山の東南側山麓に位置し、清滝川谷愛の山中の集落を中心とした地区である。平安時代に解散したあたご山で修行する修験者の登山口であり、あたご山岳信仰の修行者や僧望に奉仕する者が住み着いたのが、 集落の起源である。江戸時代に入り、あたさ山の将軍地蔵信仰が全国の大名や武士の間に広まり、その山景道に当たる清滝には大名に愚部する人が住居を構えた。そして、大勢の山景者が集まる宿場町に成長し、はたや茶屋がの木を連ね現在の集落の原型となった。京都では数少ない農業秘書地として、 松尾芭蕉や与謝野秋子などもこの地に登竜し士を呼んだ。昭和初期には嵐山から、あたご山鉄道が開通し、ホテルや遊園地、スキー場も開設されるなど最先端のレジャー地域として大いに栄えたが、第二次世界大戦時に不要不急線として、鉄道路線が廃線となり、観光スタイルも変化したことや、あたご山新興産系登山者も減ったため訪れる、人も減り、 集落もさびれていった。現在は、東海自然歩道の一部である、京都一周トレイルや、あたご山登山に向かうハイカーが、京都市内中心部からのバスを下車する、中継地点として、主に休日を中心として賑わっている。2010年の国勢調査では、21世帯52人。清滝地区は、佐賀清滝町など、下記の町から構成され、95%以上が、 山間部である。居住地は、近霊橋から猿渡り橋までの間の500メートルの清滝川の両岸のみである。以下、人が居住しない町バスは、旧渡小山鉄道の清滝水道や起動時期後に、作られた清滝道を走行する。ありがとうございます。